テロップ打ったたのに全部消えたあーテロップもうやめちゃおうかなって諦めようと思ったけどもう一回やるなんかね数字とアルファベットと漢字が混ざってて打つのがすごく遅いの。 よしできたできたこんばんはなんと3期生、X、が5,000人を到達しましたありがとういつも3期生の、X、を見てくれてありがとうみんなありがとうございます今日は記念すべき日ですね次は6,000人を目指して 頑張るので皆さん3期生ツイッターのフォローこれからもよろしくねそしてちなみになんですけどとっても個人的になんですけどあの私のショールームの,あのフォロワーさんが2500人まであとちょっとなのでぜひそちらのフォローもよろしくお願いします。固定の文章を変えたんだ。 さすがだ。もうショールーマーですね。5000人おめでとう。ありがとう。ありがとう。あと21人。ああと21人いけますように。なっちゃん自分の初投稿覚えてる覚えてる気がする。あのね。千鳥柄の。 おうあ違う違う絶対に違うよね。<laughs> 覚えてないですあれり柄のやつだったか今すごい覚えてるって思ったんだけどもし自分にショ,ショールームじゃないもし自分に X のアカウントができたらこれを1投稿目にしようって思った画像だったかもしれない今私が言ったの。<laughs> ちょっと21人友達作っていける <laughs> 21人友達作ってきてぜひ知り合いに勧めなきゃってありがとう嬉しい勧めてくれるのそうなんかさ X ってこういう時代だよね多分だからちょっと真似して書きました カートを白くしちゃダメですよ。<laughs> ピンクにするんだよ。KFB 祭りってありがとうありがとうございます KFB 祭り。楽しかった。今日のおしゃべり会でもね KFB 祭りのお話もいっぱいできた。友達いないじゃあこれから21人作りましょう <laughs>。21人。 ツイッター解説してほしいああ嬉しい解説できるように頑張りますねサードなんちゃら X サードジャネレーション X ですよスイスイありがとうとりあえずプチトマト食べますねなんで <laughs> なんでプチトマトなのどうぞプチトマト五千人達成おめでとうございますありがとうございます今サンキエックスでは ちょっとあのわかりやすいように三キックスって言いますね。今三キックスでは、あの一日交代で三期生が。どんどん五十音順に投稿しているので。毎日ね投稿しているので、よかったら見てください。そう、あの。三期生はまだアカウントがないから。その。一週間とか。 1>, 1週間ちょっと分の1の投稿がちょっとレアでだからみんなその中から楽しみにしてくれたらいいなと思います。日日に1回夏季の日が来ますちなみに私は明日担当です。明日担当します。友達1000人作ってきますええー、友達1000人作ってきたらさ一気に。 3000人まであとちょっとになってまた21人必要になる <laughs> 1000人増えたのはいいけどまた21人必要になるねセカオかっこよかったありがとう嬉しいありがとうメールとサンキス、X、のフォローしましたありがとう嬉しいありがとうございます 今日競馬で3万勝ちましたえそれすごいやつじゃないもしかしておめでとうなんかスイスイが馬にいるでしょうなんとかスイスイそう明日はなっちゃん担当です是非見てね SUI 祭りもやろう <laughs> えやりたい SUI 祭り完全にスイスイのスイですけど毎日見てるよだってありがとう 3KX かっこいいよねでも 3GX の方がかっこいいよそう50音順に言ってますなっちゃん個別アカウントの名前もあっとするなつきもねみんなとおそれいでねあそういえばこのショールームのプロフィール開いたらねあのファン名だったかなファンネームみたいなやつを設定できるところがあって「あのアットマークスイ」を付け足しました実は。 昨日の夜にこっそり変更してた気づいた人いるかな <laughs> 明日のポスト楽しみにしててね思いっきり可愛い写真とかをあげてくださいお思いっきり可愛い写真ですねあるかな <laughs> あるかな <laughs> 劇場公演で夏きちゃんのパフォーマンスを見に行きたいですってねえ是非見てほしい是非見てほしいです 最近はちょっとねパーティー公演があんまりないんだけどあの3日はリバイバル公演に出演させていただきます楽しみあと2日でリバイバル公演まさか毎日配信 <laughs> なんかねすごい配信やりたくなっちゃうよねわかる自分と自分が今話しましたね あ,服可愛いありががとうななんかんかいろ線が入っててあのおしゃべり会ではねひらひらの黒をつけてたんだけどちょっとおしゃべり会とショールームを変えようって思ってこれだけにした「なつきちゃんセカオオセンターおめでとう!」ありがとうありがとうございました。ののセンターをあの やらせていただいたんですけどそれが「背顔の衣装を着て」っていうのがかなり自分の中でね大きかったんですよ先輩方が着ていたしかも折り目がいなくってだからねなんかファンの方も不思議な気持ちになったのかなーって思ったり「配信開いたら可愛いの天才がいて泣いてる <laughs> え」「え可愛いの天才だって言った」 嬉しい涙拭いてください。何のフォローすればいいのかなえっとねショールームとど,どっちの話だろう <laughs> どっちもなんですけど夏希のこの個人アカウントのショールームと NGT483 期生で全体でやっている TwitterTwitter じゃない X のフォローお願いします。 昨日リリカちゃんをケーキ大食いファイターにさせようって何で知ってんのえ <laughs> 何で知ってんのそうなんかリリカが昨日 KFB の KFB さんからお誕生日ケーキをねワンホール分そう用意してくださってて KFB さんが「ハッピーバースデー」してみんなででなんかでもね帰りまでその食べる時間がなかったから置いてあったのケーキをでさ帰る。 ってなってリリカがこう一人でワンホール持っててリリカはみんなで食べようってしてくれてたみたいなんだけどもうあと帰るだけだったからどうしようってなっててだからね「あ帰りに食べたらいいんじゃない?」って言ったら「えー、でもみんなに回せるかな?」ってリリカ言ってたから「あそうじゃなくてあのワンホールあの帰り新潟にに着くまでに フードファイターしてフフーードファイターになってワンホール全部食べたらいいんじゃないって提案したのそしたらびっくりされた <laughs> 昇格の正式活動日が決まったらアカウントできるかもですねねそうだねそれは楽しみそしたらみんなフォローしてくれる X できたらまた来てしまったってありがとう くれてありがとう「アットスイお揃い界隈にしましょう」ってそう「アットスイ」つけたの「アットスイ」ポキさんが 3GX で5,000人突破のポストしましたよっておお突破イエーイそう「アットスイ」です念願のファンで決まったので、ね、そうなの昨日の配信で決まりましたでもこれ「アットスイ」だけど読み方は「スイスイ体」なんだよ難しいでしょ 知知るる人ぞ知るファンネーム15日にあるねあもう出てたっけ今日出たのか全部可愛いけど一般の人の目にも触れるチャンスだからねってねそうだね今日はチャットにあのいつもの表情とちょっとだけ違うね セカオの衣装着たた写真を載せたんだ最近チャットに写真とか動画載せれてないような気がして「載せなきゃ!」と思ってだからこれからまたいっぱい送るねおしゃべり会の服かわいいありがとうセカオの衣装似合ってたえー、やったー嬉しい。嬉しいそう荻うかさんの。 センターーややるのはやっぱ少しはプレッシャーありますかうーんあるんだけどでもねなんか多分その自分のプレッシャーに気づかないくらいのやる気があって自分の中で <laughs> そうよしみたいな自分がいて自分が自分のプレッシャーに気づいてない部分あるかもしれないですねでもやっぱりシュッとします。 そうちょっと生地が良くてね重ための「NST 祭りの時の青春時やとに何か強い意志を感じるね」ってやっぱりこれから新しくなっていく NGT48 が見えてきたっていう感じがしますよね最近はあ暑かった衣装おしゃべり会ありがとうございましたありがとうおしゃべり会ありがとうございました 今日はオンラインおしゃべり会だったのケーキワンホールそうそうケーキワンホール HKT48 研究生の新たな講演がすごいなってねねすごい目バッて開いちゃうんだ <laughs> さっきも YouTube に上がってた動画見てました HKT さんの プーンっって飛んじゃったよコメントがプーンってプーンってね飛んじゃったなアットスイートは何夏木のファンの方が名前の後ろにつける用のやつですアットスイートエックスもインスタ早く始められたらいいのにね早く始められたら是非あの フォローよろししくお願いします何載せようかなでもその私が勝手に考えてるのがもしインスタを始められたらさあのストーリー機能あるじゃんストーリー機能ってさポンって載せれるから私の趣味とかを載せたいなって思っててねそれはあのお菓子作りとかギター弾いてるところとか 載せたいなって思ってフォローしてしまったら沼りそうで怖いですフォローしましょう <laughs> フォローしましょうぜひアットスイの人が他のルームで書いてるのを見かけたらどうするえ落ち込む <laughs> シュンってします 水水村来年のお誕生日はワンホール早食いチャレンジもうじゃあ0時になるまで待って0時回った瞬間ボーってこと何分で食べれるかチャレンジ <laughs> すご今日は一瞬で終わっちゃったからまた来週話そうってあ嬉しい来週また話そうね遅くなったけどイベントさんおめでとうございますありがとう ありがとうございます高尾の衣装はおぎうかさんのでした今日ラーメン食べたよそう今日のご飯ラーメンだったの美味しかったもう3億年ぶりぐらいのラーメンでしたチャットに楽屋のポップ載せてくれてありがとうってそうなの聞いて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 って何で言ったんだっけ シュンってさせたくないので、俺はつけられない。ええ、つけてくれないの。じゃあ、しゅんしゅんするね。セカオのセンターは。あの、コンサート、サマーコンサートの時に初めてやらせていただいて。それで、あの。二回目。 2回目でした聞いては口癖 KFB の AD さんがウェルカムあそう聞いててウェルカムボードの話 <laughs> ウェルカムボードの話でそう楽屋にねそう KFB 祭りのに行くために福島に行って楽屋に入ったらそうなんか KFB の方が作ってくださった だっけウェルカムボードが楽屋に貼ってあって一人一人の写真とそれに一人一人のメッセージが書いてあって私たちに向けてのすっごい感動しちゃっていっぱい写真撮っちゃった <laughs> すごかったの本当に一人一人のことよく見てくれてて私のところにも書いてあったつきちゃんへスイスイって。 マジちゃんえすいすいおめめがクリクリでみたいないつも癒されてますみたいなあと「セカオのセンターかっこよかったです」って書いてあってめっちゃ嬉しかった嬉しかった本当に一人一人に書いてくださっててそれでねあのなんだいっけ その日に私もセカンのセンターをやるってなっててそう知ってると思ったそれ見た時に知ってたのかなって思ってでも多分コンサート見てくださったのかなっていうことだよね多分そう周りの縁もお主催になって絶対に私あれそうチャットにも書いたんだけど絶対に時間かかったと思うのあれ作るの。 だから本当に感謝の日持ちすっごい嬉しかった本当にねその日出演する全員分「そう劇場も行ってます」って書いてあって本当に嬉しかったちょっと配信終わったらまた眺めようと思いますチャットに送ったからみんな是非見てみて本当にすごかった私はあの全員分と自分のと載せたから是非見てみて 青春の nst 祭りのかえりちゃんのハプニングも知ってそうなんかすごかった本当にすごくて嬉しかった嬉しかっただからねなんかそのここに横に紙が貼ってあってそのメンバーの紙が貼ってあってでこう机がだんだんだんって並んでたんだけど私はその紙が横に貼ってある列の机に座りました <laughs> もういつ左見ても紙っていう状態の場所に座りましたうれしすぎてずっと見てたご飯食べながらも見てたしメイクしながらも見てたし <laughs> そう本当にうれしかったのうれしいよねウェルカムボード今日の配信は1時間とかそのくらいやろうかなって思ってます 三期生 X は明日日フフォォロローーしししてままた10後にフォローしますいっぱいフォローしてくれるのかなそしたら <laughs> ありがとう間違えて外さないように気をつけてねファン並みだったねてかファン多分えそうなんじゃないかな嬉しかったそう本当に嬉しかった夏希さんのことをよく見てるなってね嬉しい本当に。 見てくれたのかなあそうなんだ彦さん推しだったのだからなんかさやさんのところにさや彦さんの卒業公演のことが書いてあってだからすごい本当に本当に好きでいてくれてる方なんだなって思ってめっちゃ嬉しかったの直接「ありがとう」言いたかったんですけど そう、嬉しさの一番近くにいたの。チャット、それはどこで登録できるのあの、NGT48 の g a ガッタファンっていうのがあって、検索していただあと、待って、一番いいのここじゃないここに、違う、これメールだね <laughs>。あの <laughs> ガッタファンっていうのがあって、ちょっと調べていただいたら分かると思うんですけど、そこから、チャットっていうツールがあるので、 そすいず夏きを選択していただけたら夏きからチャットが届きます私ね送ろうあ今日はもう送れないんだけど明日とかに送れるあの送ろうと思ってる動画があってはるちゃんともっちゃんがなんかふざけてる動画ですこれ明日送ります <laughs> もう送られてきてるかな2人から KFB のスタッフさん絶対アイドルファンだなって <laughs> ね本当に本当にそうなの嬉しかった直接お会いできなかったかもしれなくてそうでも多分女性の方でそうそううん 最近 DD 状態なのそしたら、なつきから DD って言われちゃうよ。これ DD ポーズ。<laughs> 来週土曜日、夢の国に遊びに行きます。ええー、いいなーいいなー来週土曜日か。まだハロウィンハロウィン期間だ。 ガッファンです。そうです。<laughs> ガッタファンです。その通り。普通に言っちゃダメですからね。そう、チャットの返信は、そうチャット自体に返信がね、できなくて読めないから、チャットの返信は X で、ハッシュタグスイチャットで待っていますね。 結構お笑い芸人さんも出演してたんだね写真で気づいたってそうなんですそう裏でも絡んでいただきましたすごく優しくて面白かったですリードしてくださいました裏でも打ち合わせとかもあって NCT48 ステージの時ステージ前に「そうだったのそうだったの?」また お礼したいなお礼したいああリンク貼ってくれてありがとうありがとうぜひそちらからチャット登録お願いしますリンク貼ってくださった方も夏きちゃんもありがとうこちらこそありがとう n g t の公式モバイルサイト確かにそこに載ってますね6人以上は DD だっけうんとね夏きの思う DD はねうん なんだろう夏希の思うのは一人が単押しね一人が単押しで2から5がまああの押し複数押しで6人からはちょっと多めの方 DDDD <laughs> DD 目の前にあるみたいなここら辺まで DD が迫ってるみたいな感じで でもうんー15人が DD ですね。<laughs> DD は4人以上って言ってたからわしは DD じゃないですって。んそうですね。そそそそうですね。 な,なっちゃんがコジ X 解説したらその女性エリーさんをフォローして、ね、フォローしてねえアカウントがあるんですか <laughs> ちょっと多めの方 <laughs> 言い方ねちょっと多めの方複数推しで収まってる15はもはや箱推しだそれですそれです箱推し 箱箱押しし箱押しです DD はじゃあなんかこれそうあのね一回ね5人だったら5人までだったらまだ倒しですよねっていう方がいたの <laughs> 5人倒しじゃないから <laughs> 5人は全然倒しじゃないですよアカウントあるの のの女性、AD、さんの X アカウント先ほどる、えーええ有名な方なのかなグループ違うけどから5人はいるから複数押しおお複数押し認定たお単押しあもうちょっ間違えた箱押しっていうと急にいい感じになる確かに DD と箱押し単押しは1 それで 4, 4まではうんでも3人までだったらまああの普通にありがとうありがとうおしで4人5人いってきたらあちょっと多いなおしでそれ以上は DD で全員は箱押し <laughs> この数の基準はもう人人おりますよね完全に3期生の中で一押しおっうしいそれはもう嬉しいよなつき3期生の中で一押しただあと何人押しがいるかによりますね押しは一人だけおっ単押しですね単押し dmm ddm は DD M になるんですね <laughs> ああ DD の方があの配信で公演を見る時は DDM になりますね4期生加入してないからまだセーフいやあ確かに4期生加入したら箱推しの方はさらに増えますね覚えるのがバレなければ楽しいしですかいいえ バレます <laughs> バレますねうんバレなかったとしてもねバレバレてください <laughs> バレてくださいリリーでもなっちゃんがイチオシの場合はああ嬉しいし <laughs> もう意味わかんない何を言ってるんだろうかすいません 嬉しいしーですね NGT は DD に厳しい確かにでもおしゃべり会とか聞いてて思うかもそれは幸い DD じゃなかった <laughs> よかった夏希ち,ちゃん DD すごい夏希がいどんな夏希でも好きってことかどんな夏希でも大好きってことだよねそれなら許します <laughs> 最近3人で収まらなくなりそうえー、なんだってっていうことはちょっと多い惜しいですね確かにななみさん今日もね言ってたなそういえばあちゃあ DD でした <laughs> DD だったの箱足は一人選ばないでグループ全体が好きだからいいのでそう嬉しいの 箱押しの方もすっごい嬉しいだってさもうグループで全員のことをちゃんと見ててくれて好きでいてくれてるってすごい嬉しいことですよね確かに好きと可愛い,い難しいねそれでも可愛いはもうみんな可愛いから可愛い可愛いなんだよスイスイのことうちうち好きだけど同着一位が何人かいるだけそれでいいですかね 箱押しっていうやつですかね四期生になっちゃう推しの子がいたら推してもいいでしょうかだってうーんいいですけどあのスイスイじゃなくてプイプイになります <laughs> なんかさ今日こういうワードセンス多くない私スイスイじゃなくてプイプイになりますけど それでもよければ泡着替えたりごまかす人にはなりたくないから SKE を資格さず NGT でおなつきさんを嬉しいです !SKE さんそして NGT でなつきをありがとう <laughs> そりゃそうだ。 ズ <laughs> プイズ <laughs> なつきちがんかちょっと今日プイッてしてるなっていうさ人とかさ時とかさあとあれでしょ自分に4期生に新しい推しが増えちゃいましたっていう人は名前の後ろがアトプイになってるんでしょ <laughs> そこで察するっていうあアトプイになってる新しい子好きになったんだ シュンシュンとかシーシーとかぷいぷいそういろんないろんな夏季に変身してますからねぷいぷいたいぷいぷいたいってなんかぷいぷいたいってさみんなぷいぷいしてるじゃんみんな側もぷいぷいしてるじゃんそう ついて、押し増えちゃう、でもわかります、私も気持ちわかる、正直。みんな可愛いもん。ね。や今ちょっとぷいってる。<laughs> ちょっとぷいってた、今。なっちゃんがぷいぷいたい、だいじょう、そうだよ、もちろんだよ。エックスで、三期生エックスエヌジーティーで検索したえっとね、こ、こちらになります、エヌジーティフォアディエット、空白。三期生。 ここのアットマークで出てきます調べてくれたのありがとう嬉しい嬉しいぷいぷいたいだから夏希のことを嫉妬させると夏希はぷいぷいになるのでよろしくお願いしますね今日レニアさんに押しすいすになったんだって <laughs> なんで気づいたのそれは。ま、っていうことはスイスイの前は誰だったんだ <laughs> 何かに気づいたスイスイかわいい嫉妬とかしたことないくせにえねえこれさ私がね あれなんですよ私本当はね嫉妬しやすいんですでも嫉妬するのを隠してる実はねここだけの話ね嫉妬することを避けている <laughs> なんでさあれでしょみんな夏樹が嫉妬したら嫉妬させようとしてくるでしょ多分だから夏樹はみんなに気づかれないようにしてるんですよ 他の子や話題に出る子は覚えたいけど間違って他の子を好きになってはいけないン押しすごいすごい単押し魂だいいぞン押し <laughs> ものすごい単押し魂だそう表面に出さないタイプだよだからね最初の方とかね多分私すごいね「なんでなんで?」って「なんでよスイスイわって言ってたけどね最近大人になったように感じるでしょ 隠してるんです <laughs> だってだってさずっとさプイプイしてたらさみんなプイプイだって遊ぶじゃんどうだよそりゃ嫉妬するよねだってさ好きでいてほしいじゃんよく考えたらさみんなに一番でいてほしいじゃんだけどさだけどさ あの子いいかもしれませんって言ってさプイプイがさもし発動しちゃったらさみんなさそれが楽しくなってさ「<laughs> あ今度はあの子かもしれないな」とか言うかもしれないからあの静かにしてるんですよ。かといってあのプイプイは出さないでね 人生3周目のプイプス <laughs> そうそうなんです私人生3周目なんです3周目 <laughs> あらあら <laughs> あらあら言ってる大丈夫ずっと一番やでって最高だみんなもこうなるんです <laughs> みんなもこうなるんですこっちが手のひらで転がされてる <laughs> そうですよ そうですよだってさずっとプイプイになってったらさかわいそうになってくるでしょプイプイになったらさプイプイ過ぎた後さシュンシュンになるんだよシュイシュイだよいろんな形に変われるんですスイスイプイプイシュイシュイで最後は名前がなくなります <laughs> ブラックホールです 部屋の飾りでスイスイか。なるほどね。そういうことか。ポイポイしても戻ってこない人は戻ってこないから、新しいやっとすを増やしましょう <laughs>。見捨ててる <laughs>。そうですよ。私はあんまり普段言わないですからね。今日ここで言ってみました。 誰だって一番が嬉しいもんなそうだよね一番って嬉しいことですごいありがたいこともちろん一番じゃなくても嬉しいけどでも嫉妬させちゃダメですね嫉妬嫉妬させ嫉妬っていう方はあんまりいないけどね多分私がね 隠してるから見事にねみんながそれを感じ取ってね <laughs> 嫉妬させないようにしてくれてるのかなもしかしてむしろ他むしろ他のメンバーからは夏きの人としか思われていないからそれ以上にもそれ以下にもならない <laughs> 確かにあのメンバーから見てこの人は誰々を知って結構認知。 してたりもするよねそうわかるなるほど <laughs> 3週目だと嫉妬を隠せるそうですよ上級者ですから多分一週目の1週目のスイスイはずっとぷイぷイだったんだと思うのずっとぷイぷイだったんだけど2週目からスイぷイくらいになって3週目でスイスイをとりあえず一旦作れて。 ただたまに過去の記憶でぷいぷいが出る感じですね。<laughs> だの話 <laughs> かもてちゃんにはなりたくないからね。スいスいは悲しませたくないっていう人が多いのかも。優しいえ、なんかね、そんな気がしてた、ちょっとだけ。ちょっとだけそんな気がしてた。一周目からアイドルだった。<laughs> 確かに。確かに。みんなあれでしょちょっとさ、 あの嫉妬されたい気持ちはあるかもしれないけどでもさシュンシュンになるの知ってるからでしょシュンシュンじゃない何だっけシュイシュイかシュイシュイに待ってシュイシュイってねあのもう卒業されてしまったんですけどあの1期生の小熊つぐみさんが夏希のことずっとシュイシュイって呼んでくださってたの。 なん,かなんかすごい聞いたことあるって思ったらつぐみさんでしたずっとシュイシュイって呼んでくださっててでマッシーさんがトゥイトゥイって呼んでくださっててトゥ,トゥイトゥイって呼んでくださっててで今日ななみさんにトゥイーティーって呼ばれました <laughs> トゥイーティーはさ別じゃないトゥイーティーはさ別のあのあの鳥さんですよねでも私ちっちゃい時トゥイーティーのモノマネしてたすごく僕トゥイーティーのモノマネ 4週目が楽しみだねって。4週目楽しみですね。次はどんな。スイスイかな。スイスイとかかな。なつきちゃん一押しを信じてくれてるのかどうかって。え、でも名前にあっとスイつけてくれてるよね。4週目あたりにはスイスイに <laughs> なってるかもしれない。え、スイスイは菜の花のようだだって。ありがとう嬉しい。名前の由来にもある通り、菜の花。 あなたちの香りもすごいなんかいっぱいフォローしましたってありがとうフォローしてくれてありがとうございますりかちゃんにお塩を悲しませてはいけないと習ったのでそんなことはできませんってあ,あそうだったんですかりかさんからなるほど KFB さんの X 見たら風船出てた今日 開局日だとえー、そうなんだおめでとうございますケイフミーさんお祭り楽しかったです今後ともよろしくお願いします届くかわからないこの気持ちはきっとテレパシーで届いていると思いますシュイシュイチュグチュグシュイシュイ つぐみさんのシュイシュイが頭の中で再生されましたそうそうなのシュイシュイえー、じゃあシュイシーって呼ばない <laughs> みんなもみんなもつぐみさんになっちゃうの <laughs> 三段活用本当に私呼び方こんなスイスイでいろんな呼び方が誕生するなんてね不思議ですよねスイスイシュイシュイト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 イティプイプイ つぐちゃんからは会うたびにいつも謎にお久しぶりって言われてました <laughs> お久しぶりスイスイありがとう初めておフライ行くけど隊長呼びしますえわ分かりました隊長隊長やばい本名忘れそう私ねそれたまに思うんですよみんなさ夏希のことスイスイってさ呼んでるからさ夏希ってこと忘れてるでしょ <laughs> <laughs> 忘れてない大丈夫「スイズなつきって覚えてる「すいすい」で覚えてないみんな認知度っていうのはつきがファンの方を覚える記憶力ってことかなでもいいと思ってます自分では <laughs> どうだろういいと思ってる結構覚えてます そう、アットシュイかわいいアットシュイもかわいいシュイシュイはずっと聞いているとパンダの名前みたいに <laughs> それシャンシャンだな多分シュイジュニアチュッキシュイジュニアチュッキ夏希さんって呼んでるから忘れないです確かに夏希さんって呼んでくれてたら忘れないね みなたのとところ行くとおかえりっってて言われるって <laughs> それぞれいろんなのがあるんだね私なんて言うかなでも何回も来てくださってた方は「さっきぶり」ってよく言います「おかえり」とか「さっきぶり」って言うかもたまにこれで「すいすい」って言いそうになるそれすごい言われる私もその中で「スイスイって呼んじゃいましたみたいな「スイズスイスイさんだと思って <laughs> <laughs> 嘘でしょスイズスイスイさんだと思ってたのなつきのこと。名前がスイスイイだと思ってたの <laughs> でもあれ誰の時の高校の時の先輩だ高校の時の先輩があの本当に部活の先輩とかでもない先輩が「え名前スイちゃんだと思ってた」って言われました。 言われたことがあるなんかね高校にすごい可愛いね女の先輩がいてそうなぜか認知されてて夏希がで話しかけてもらってその時に「すいず夏希です」って自己紹介したら「えあれ名前あれあれ?あれあれ」ってなってた「すいちゃんだと思ってたずっとごめん」って。 なんでスイっちゃんだと思ったのかな。せめてスイスイなつき。スイズスイスイ。スイスイっていうコールが最近よく聞こえるように、え、やっぱり。なんかね、なつきも聞こえるよ。なつきもスイスイって聞こえる。え、次パンダの名前さ、募集しますってなったら、スイスイ提案するの。あだ名が本名だと思われてたこと、私もありました。え、そうだよね、一緒。 一緒。スイスイコール。ね私も聞こえてる。届いてるよ、スイスイコール。スイスイって。あれ、今、スイスイって聞こえた。スイズスイちゃん。それで公式ニックネーム、スイちゃんだ。ねでもね、うん、高校の時はいろんな呼び方ありましたね。スイちゃんとか、スイさん。スイさんはね、あの、女の子は呼んでなかった。 でもねスイさんはねあんまり好きじゃなかったん呼ばれるのがだからスイちゃんにした祖母の名前がスイだからスイスイって呼びづらいそうなんだおばあちゃんおばあちゃんと同じ名前なの名前じゃないけどそうでも名前がスイだと思われがちなんですよねでも名前スイでも可愛いよねスイかならばスイかならばスイスイそれ違うやつですね多分。 すいずすいちゃんが本名だったそうなのかもしれないですねフォローしましたありがとう嬉しいあと何人かな2500人までスイスイだかから泳げますか実は水泳を習っていましたすいすいちっちゃい時だけど初見ですありがとうございます見てくれて NGT483 期生の水いなつきですよろしくね 超絶可愛いスイスイそうスイスイって聞こえるよねやっぱりでも確かに最近スイスイことっていうようになったからスイスイっていう感じになってますよねし見さんこんばんはじゃあ次からスイちゃんって呼べばいいのってえ <laughs> まあお好きなように呼んでくださいスイちゃんなつり ナツリはちょっとあの誰ですかねちょっと聞いたことないんですけど「スイスイなら手と手つないでもスイスイって泳げるよね」って「泳げるよ」なつきね本当にあの流れるプールでお友達と手つなぎながら泳いだことあるまるで角田浜でも角田浜で手つないで泳いだらなんかちょっとやばそうじゃないあの命が関わってきそう。 命守るために自分の手で泳ぎましょうね「スイスイ呼びそう多いの」「スイスイだと平泳ぎっぽい」私平泳ぎ好き平泳ぎ上手褒められたしかも「スイスイってこうだもんねでもね一応変わってるけど平泳ぎのつもりでスイスイしてたわけじゃなくてなんか気づいたら平泳ぎになってましたということはリリカちゃんからケーキ一口ももらえなかった <laughs> リ,リーがこうやって持って帰ってたよお家で家族と食べてるかなワンちゃんは食べれないよねナツリンが黒歴史扱い <laughs> やっぱりツキちゃん出てぜひぜひツキちゃん呼んで公式はナツリンスイちゃんそうなんですだから私的にはあの次の壁車が変わるタイミングであのニックネーム変えるチャレンジをしたくて。 でもなんか前回は前回回はは本当は変えたたかかったのねでもなんか知らない間に壁写が変わっててだから間に合わなかったのそのタイミングをつかめなくてだから今度はもうすっごいアンテナ立てて変わりそうだなって思った瞬間に言ってみる「変えれますか?」って <laughs> だからもし次壁写が変わったタイミングでプロフィール変わってたら褒めてください夏きアンテナ立ててたんだなって。 プロフのことは忘れましたぜひ忘れてください <laughs> スイちゃん出てる教育番組あったであったねー夏希その子がスイちゃんっていう名前ということをすっかり忘れててそう出た最初の方はスイちゃんってあのスイちゃんですかって何回か言われたことありますカイリンカイリンみたいにスイスイナツキことに すればあー2つってことクロールは手元でジェスチャーしやすそうだからいいの確かになんか水泳選手ってさこんぐらいクロール速くない夏樹 <laughs> <laughs> はクロールする時12ブクブクパーで覚えてました水泳の先生がそうやって教えてくれた昨日の kfb 祭りの NGT48 だったかでクロールしてなかったそうなのそう いつも NGT48 はあの1列目の人だったから背泳ぎだったんですよいつもね今度2列目で行く方向が違ったからクロールだったの気付いた珍しくクロールしもてましたししもてました今日朝も夜もケーキ食べたえー、ずっとケーキなんだちょっとずつ消費してね こんばんばはプーちゃんとリリコイちゃんそうそうよく知ってるね年明けに壁車変更があるかなってどうだろうねでもさあれだよね4期生も入ってきて4期生の壁写も多分できるだろうからそのタイミングで変わるのかなどうなんだろうでもし夏希がその壁車の撮影をするときにあの研究生じゃなくて昇格して正規メンバーになっているタイミングだったら髪型が もう完全に自由なんですねだから今からどんな髪の毛にしようかなってすごく考えているでも個人的にはちょっと清楚めにしようかなって今のところ思ってるんだちょっとおとなしめにしようかなってそう すいちゃん出てなつきちゃんのこと思い出した。嬉しい。そう。壁シは年に1回くらいのペースで変わって。ます。他にも公式プロフィールで変えたいところへえー、なんだろう。なんだろう？今何書いてたかなあ？あれですね。特技の口笛を消したいくらいです <laughs>。別に得意なんだけど、なんかね？ そんな多分口笛コンテストに出れるぐらいうまくはないからあと緊張しちゃうとね吹けなくなるのだからそれでは特技の口笛や,やっていただきましょうどうぞっていう時に発揮できないのがポイント <laughs> え今のかべめっちゃ好きおうしい三つ編みねちょっと髪長い三つ編み正規メンバーになるときにかべ変わるかなね 犬かきだった。<laughs> そう、負けるよね。髪の毛巻き下ろし。新しい神社昨日の髪型。ああ、ハーフツイン。写真の角度はどっちから私のね。引き顔はこっちなんですよ。ちょうどね。ショールームこっちにコメントあるからこうやって見たら聞き。顔の方になる。だから、あのこっちにコメントあったら多分こうやって読んでる。そう！ なんかね多分ねこっちじゃないの私の聞き顔でも右でもなく左でもなく真ん中が聞き顔っていう人もいる真ん中ですでもさ真ん中聞き顔ですってめっちゃかっこよくない <laughs> 写真撮るときにさ真ん中っていうかもうどっからでも行けるだったらさすっごいかっこいいなって思ってて多分私はここで前髪を分けてるからもう関係あるのね聞き顔が。 結構イメージ変わるからね。それで、なんかどこからでも行けますっていう場合だったら、写真を撮るときに、聞き終わりますかって聞かれることがたまにあって、私はこっちですって言うんだけど、聞き終わりますかって言われて、あ別にどこからでも大丈夫ですって言ってみたい <laughs>。めっちゃかっこいい、それ。結局、スイーズヘア。 パーーティーの衣装ももいいいよいよ見納めれれてねそうかもしれないどううかしななどんだろう私もねちょっとまだ今後の公演とかもどうなるかちょっと分かってないくてそう今パーティー再起研究生のパーティーが始まりを公演に出させていただいてるんですけどそう昇格ねするとパーティーどうなるかなっていうもしかしたら残り少なかったりするのかなとかも思って。 そうオーディション配信で口笛しててファンの方に特技口笛って言っていただいてたから口笛書いてたんだけどねベレちゃんみたいに前髪パツンだ確かに三期生 X 本日は木本優奈さんそうです今日は優奈が X 担当で明日は夏希三つ編みもコンサートで見つけやすくて好きねそうコンサート とかなんかねフェスとかで三つ編み見つけやすいからって言ってもらえてるよく朝も夜もケーキ食べたのはリ,リカゆうはちゃんの生誕祭がどっちの公園でやるかそねそうだね優陽は初めての生誕パーティーでできたらいいなっていう話今日してて 3期生公演まだまだ生で見たい本当1期生の時のように正規メンバーになっても研究生公演に助っ人出演ってパターンねえそうかもしれない確かにパーティーかなパーティーもうん確か4期生も入ってくるよね4期生も入ってきて私もありがたいことに昇格させていただいて 園がどうなるかってこれからの NGT48 も多分いろいろ変化していくと思うのでそれも楽しみですねそう本当にね私もねちょっとね予想がつかないからどうなるかなっていう感じなので今のうちにたくさんシュートしておきます <laughs> 念のためねドッグリンゴを食べさせてのシュート メンバーのものまねを特技に書き足してもいいと思うよ。ほんとクリスマス公演くらいまではパーティーで続いてほしい。確かにあのね、去年のパーティー、クリスマス公演、すごい楽しかった。一回私ね、急にそれを思い出してメールに書いたの。TikTok 見てください。再びって。TikTok にその時のサンタコスプレのみんながいるの。だからぜひ見てほしい。 パーティーも二分のセトリ。ね、でも一回変わったよね。シュートたくさん決めてね、シュートたくさん決めます。次のパーティーは十五日ですね。十月の十五日。次のパーティーは十月の十五日。十月の十五日です。なんか駅みたいだったね、今の。 次ののパーーティーは10月の15日なんかここにさずっとポコカチューシャがあるんだよねしまわないと私ポコになっちゃいそう気づいたら二村 <laughs> 悟り好き あう嬉しいリムのセトリ好きなの嬉しいありがとうそう15日花江の生誕祭花江の生誕祭みんな来てねぜひぜひ黄色黄色たくさん振って花江が何の曲をやるか楽しみですね3部で。 そう3期生の生誕祭は3部のアフターパーティーで自分の好きな曲をできるのそれで夏木の時は HKT48 さんの再公開を,をやらせていただいたんですパーティープロフ動かしちゃえ ロングスピーチえー、確かに花絶対スピーチ長い <laughs> 花江はねそう伝えたいことのがいっぱいあって文字の数とかも多分多いから確かに <laughs> 確かにそれあるね「さっきのアフターパーティーは48」の曲の披露するそうなんです「NCT」だけじゃなくても自分でこう できるんですよね。あれ。あれ。あれ。生きてる。十四日もなつが出るつもりで準備しない、ごめんねー。ごめんねー。うん、充電。充電でした。<laughs> 今日はおしゃべり会があって今日一日充電を全然してなかったから充電がないみたいだねちなみにさ面白いこと言っていい多分夏希のファンの人はねあの「えっマジで?」っていう感じだと思うんだけどねなつきね明日ね朝配信しようとしてるんだ <laughs> 別の種類の面白いだと思う <laughs>。 なつきね明日朝配信しようと思ってるんだ <laughs> そんなことあるって感じのさ反応してるよねみんな <laughs> そう夏き明日ね朝配信したくなっちゃってそう朝配信しようかなと思ってるんだだからもしあのもし起きれたら大丈夫だよでなんかさ本当に毎日配信みたいになってるんだけどあの私、ま、毎日配信をしようと思って。 てのこうなってるというか <laughs> そうなんかね別にあの嵐が来るわけでも雪が降るわけでもないので安心してくださいちょっとあの5時はあの <laughs> ちょっとちょっと5時配信決定見て,てちょっと待って5時は起きれませんちょっと待って5時を前提に話さないでちょっと <laughs> 待って待って待ってあの違,違います誤解です朝配信するとは言いましたでも <laughs> 5時からとは言ってないです皆さんちょっと待ってくださいね落ち着いて <laughs> ちょっとさ違うよ「時起きだから見れるよ」うじゃないんだよ <laughs> あ、5時いけます」っ <laughs> て言ってない言ってない <laughs> 言ってないですね私。 そう今日11時起きななんだな月 <laughs> よく寝た起きれるかなじゃなくて明日はねあの7時から7時から8時とか9時とかなんかゆったり本当にね多分朝の朝だったら本当にマイペースになっちゃうけどそれでもよかったら見てください。まあ、あの本本当当にに起きれなかったら本当にあの 5000人にちなんで5時とか絶対に言わない <laughs>。ちょっと朝、あと2000人、あと2000人フォローお願いします。あと2000人の方、3期生ツイッターのフォローお願いします。7000人にちなんで7時からやりたいと思います。<laughs> まだイベント期間みたいだね。 だからもう本当に準備のちょっとの間とかでももしね見れたらいいかなって思ってそう朝配信しようと思いました <laughs> そう最近で、ね、す私は朝配信の楽しさに気づいただからあのぜひもしもしね本当にもし起きれて時間があって準備中とかね見れそうだったらぜひ見てくださいサードジェネレーションにちなんで3時から鬼 <laughs> 鬼ね3時からできないし少量さすがに鬼だなえ待って嬉しい7,000人目指して7時からめっちゃそれいいなそれめっちゃいいな7,000人目指して7時からします <laughs> そう明日はちゃんと目覚ましかけて寝る明日は目覚ましかけて寝る約束目覚ましかけて寝る わかりました準備しながら見るねありがとうそう明日はさ七時もきつくないって思うじゃんもうじゃん起きます頑張ります頑張るでもやっぱりそう私もね本当は最初九時からとかでもって思ったのは思ったんだけど明日って月曜日じゃないですか だから月曜日っていうことはみんなが学校とかお仕事とかがあるわけ。っていうことはそれの前にみたいじゃないですか <laughs>。だからちょっと頑張っておきますね、七時から。そう九時はね、もう絶対にみんなね。うやってるから。そう。だからね、でも本当にゆったりだと思う。本当に。 時の流れが遅いと思うんですけどそれでも良ければぜひ遊びに来てねっていう感じですはい7時で決定だよということで男女を読みます読むよ13位下潤さんありがとうございます12位ひいさんありがとうございます11スパローさんありがとうございます10位きおさんありがとうございます 9位はまっぴさんありがとうございます。8位あさゆきさんありがとうございます。7位なおくんありがとうございます。チクタクチクタク6位タコボールさんありがとうございます。5位とみのすけさんありがとうございます。4位さるさんありがとうございます。3位みちさんありがとうございます。2位 たかちおぴぴぴさんありがとうございますそして一位はドク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 サンタロウさんですありがとうございますイイヒュ,ヒュありがとうございます見てくださった皆さんギフトコメントくださった皆さんも本当にありがとうあ !2500 人まであと16人だっておじゃあ私も2500人を目指して今後も配信やっていきますね 三期生ツイッター改めて五千人フォロワーさん達成ありがとうございますこれからも三期生力合わせて頑張るのでぜひそちらの応援もよろしくお願いします明日夏木のエクス担当なのでぜひ見てね明日の朝待ってるお待っててありがとう明日も少しだけど見れたら見るねってえー、ありがとうありがとう無理はしないでね。 おめでとうございますありがとうございます明日の8時投稿あね知ってるの夏木が8時投稿をいつも目指しているの知ってるの <laughs> そう朝配信朝配信だって月曜日からそう新しい1週間頑張れるかなと思ってねはいそれでは皆さん明日また7時に会えたら会いましょう みんなおやすみーバイバーイなつきちゃん起きれるように願っっといてください <laughs> バイバーイ